マックス・ポンマーは、ドイツ・ライプツィヒ生まれの指揮者。国立メンデルスゾーン音楽院とライプツィヒ大学で、ピアノ、指揮、音楽学を学び、ヘルマン・アーベントロード、ヘルベルト・フォンカライアンに指示。1978年ライプツィヒ、シンバッハが相談を組織し、バロック作品を演奏して、広く知られるところとなった。1987年から1991年まで、 ライプツィヒ放送交響楽団主席指揮者、1990年から2003年まで、ザールラント音楽大学指揮科教授、2001年から2011年まで、ハンブルクカメラータ音楽監督を務める。ザルツブルク音楽祭、シュレースビヒホルシュタイン音楽祭に出演。スコットランド室内還元楽団、セントポール室内還元楽団、モーツァルテウム還元楽団、 南西ドイツ放送公共楽団などに客演。レパートリーはバロックから現代を音楽まで幅広くバラエティに富んでいる。レコーディングではヨハンゼバスティアン・バッハ、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのほかアルノルト・シェーンベルク、クルトバイル、エーノ・ユハニラ・ウタバーラ、ハンス・アイスラー、パウル・デッサウなどの作品を録音している。特にバッハでは、 ライプツヒシンバッハガス相談とのブランデンブルク競争曲などの名盤がドイツシャルプラッテン賞を受賞。また、ドイツ音楽だけではなく、クロード・ドビュッシーラ・フランスの作曲家も研究している。日本では名古屋フィルハーモニー交響楽団、群馬交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、山形交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、 オーケストラ・アンサンブル・金沢、日本センチュリー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、広島交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団などに客演。2015年4月から2018年3月まで、札幌交響楽団主席指揮者。2015年に新日本フィルハーモニー交響楽団と、2017年には、札幌交響楽団と、 バッハの還元楽組曲全集を演奏した。ありがとうございます。